い、どうもお疲れ様です。TRでございます。アンセムを楽しんでますか？もう、ずっとやってるで、俺は。体験版でね。なかなか、レベル、パワー19のデッドエイガー、スナイパーライフルなんでね。ドロップできないけど、多分ドロップできないんだろうね。ちょっと諦めかけやけどね。はい、やってますけれどもね。はい、で、今回はね、こう、インスターセプターっていうね、ジャベリンを紹介していこうと思うわけですね。ちょっともう、あれですね、めんどくさくて。黒墨迷彩、イカ墨迷彩になってますけれども。はい。で、こいつはね、この前、最初の動画投げた、レンジャーと違って、近距離戦闘をね、得意とするね、そういったジャベリンになってますね。もちろんこうやって普通にね、銃で狙うこともできるんだけれどもね、こうやって。ただ、こいつの、強いところは近距離なんよ。この連続攻撃。もう忍者でしょっていう。アサシンクリードかこれっていう感じでね、別のゲームじゃなかったぐらいね、そんくらい近距離強いんですね。で、移動もね、非常に速いというわけでね、はい。切り込み隊長みたいな、そんなジャベリンになってますね。で、近距離攻撃のモーションは、これと、これっていうね、なんか、中学2年生の男子がちょっとやりそうなね、モーションになってるんですけどね。あ、でもこれ、連続でちょっと出せるんでね、非常に近距離強いと。で、ジャンプしながらね、近接攻撃やると、こういう、見てこれ、すごくないこれ。羽生結弦もびっくりのトリプルアクセルやで、ほんまに。ってな感じで。攻撃は確か、地上にダーンってなった時に、ダメージが発生するやったかな。はい。で、スキルもね、こう、忍者みたいに、手裏剣を投げるね。こういう、これ、フロストダガーって言うんだけどね。これ、敵に当てるとね、敵固まるんで、その間に近接攻撃を当てると、こう、コンボになってね、かなりダメージ、大幅な、ダメージを与えることができるね。そういったコンボができますね。で、コンボすると、アルティメット、アビリティをね、早く貯めれるんで、ぜひコンボは狙ってみてほしいというわけですね。はい。で、もう一つね、装備してるのが、デトネートストライクっていう、こう、見てこれ。胴回し蹴りみたいなね、そういう技がある。見てこれ、もう完全空手マスターやん、こいつの。まあな。で、これを、当たるまでね、敵に当たるまで連続で撃ってるんだけど、例えばね、見てこの動き。超かっこよくね。デトネートストライクやった後、すぐ近接攻撃すると、もう一回デトネートストライク打てるからね。まあ、敵に当たったらもう使えないんだけどね。ねえ。これデトネートストライクね、これジャンプ中に打つとね、なんと、かかと落ちするんですよ。ほら、トン、トン、ドーンつってね、かかといたーって感じだけどね。さらにこうやって空中に浮いて、デトネートストライク使うと、溜めて、ドーンってやるけど、ダメージは変わらんっていうね。うん、そこはダメージ変わったらええねんけどなって感じしますけどもね。はい。で、デッドネットストライク当てるとね、雷の属性があるんで、これも敵をスタンさせて、その間にコンボ決めることができますね。はい。ちなみに、ジャンプも1、2、3回できますし、で、緊急回避もね、ジャンプ中に緊急回避して、ダブルキー、まあ、前ボタンですね。前方向を押しておくと、緊急回避3回するんですよ。1、2、3ってね。すごく、ね、これで、俊敏に移動できるってことですね。で、ちなみにこれ緊急回避した後、もう一回ジャンプすると、もう一回緊急回避できます。これを利用するとね、オーバーヒートせずに遠くまで移動することができますね。こんな感じで。緊急回避、ジャンプ、滑空、ジャンプ、緊急回避、ジャンプ、滑空、ジャンプ、緊急回避。ほら、こんなに移動できるんですよ。ほとんど滑空もしないからね。オーバーヒートもしないと。素晴らしいですね。3回目がゲートなんでね。これ使ってあげると、かなりね、遠くまでいけるんで、ぜひ使ってみてください。今さ、解説用に今、フリープレイで適当にダラダラ遊んどったらさ、デッドアイのパワー19がね、なんか手に入ってた。なんで手に入ったの？さっき、ずっとハード、雲が出てくるハードモードのところでめっちゃさ、頑張ってたのに、フリープレイでちょこちょこしたら手に入んの？言うて、先家さん。言うといて。で、改めて装備やねんけど、アスタルトシステムは、まあ、基本的に俺はフロストダガーかな。ちょっと英語やからなんか、表記が違うけど、フロストダガー使ってるかな。で、この、スパークダッシュね、あんまり、なんというか、属性攻撃、一応属性攻撃やねんけど、コンボになりづらくて、なぜかわからんけど、ちょっと、敬遠しますね。はい。俺は、フロストダガーの方が安定して、コンボ決めれるかな、と思ってます。で、ストライクシステムはずっとデトネーションゲーじゃなくて、デトネーティングストライク使ってますね。胴回し蹴りね。はい。一応コンボも決めれるしね。まあ、これは好みだと思うけどもね。うん。まあ、かっこいいからっていう理由で使ってるね。あ、そうそう、説明し忘れたけど、こう、サポートシステムで、こう、ターゲットビーコンがね、非常に強い。これ何かっていうとね、相手の、こう、防御力かなを 33% 下げるんで、ダメージくっそ通る。雲のボスおるやんか、やってる人しかわからんけど、雲のボスにね、デッドアイ、打ったら大体4500ダメージぐらい入るかな。デッドアイの17でね。今19って2入ってからもっとダメージ入るかもしんない。うん。てなわけでターゲットビーコン非常に優秀でございますね。
はい、じゃあやっていきましょうか。タイラントマインですね。はい、ここ地雷あるからね。よー、ここで地雷引っかかってインターセプターがよー死んどる。コロ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 下が転がっとるけど、うーわ下手くそやな俺。運転じゃないわ。オーケー、じゃあ早速ね、近距離戦闘でがっつり削って、ちょ地雷先剥がしとくかな。ここたまにね、シールド壊されてね、戻るときここに地雷引っかかって死ぬことがねあるから、もうあらかじめ壊しといた方がいいよこれは。うん、マジでこれはマジで思う。うん、まあ、今回これいつもハードモードやってるけど、今回はちょっとぐだらないためにノーマルモードなんで多分大丈夫と思うけどね。味方何おる？後ろに1人で、え、2人、あ、ここにコロッサさんいるね。オッケー了解。じゃあやっていきますか。じゃあ早速ね、デトネーションじゃない、デトネーターみたいな、なんかそういうあれの胴回し切り使っていきましょうか。失敗した。さあ、オッケー、引っかかった、スタンしたね。ここで連続攻撃加えるとコンボになる可能性が高いんでね、今回ならなかったけどね。はい、で凍らしてコンボ決まったね。コンボ決めるのめっちゃ楽しんでんなこれ。いやマジ近距離セット強すぎだ。やべやべやべぶね、うお、結構削られたな。シールドがない、シールドがない、一旦退避しよう。まずいよこれ。いやーノーマルやんけどな、難しいよね。こうスカーズが強いよね非常に。あれは雑魚だからやっちまうけどよ。あ、ちょっとシールド回復するの待っとこう。ここで、え、味方死んでんねんけど、マジで。ちょっとちょっと蘇生しに行くわ。あのね、インターセプターのね、アルティメットアビリティはね、無敵になるから、こう味方を蘇生するために使うっていうのも手やね。やめろ、危ね。こいつら雑魚だ。雑魚はもうね、ライトマシンがね、やっちゃおう。でね、スカーズはね、やっぱりインターセプター近距離戦でスキル使って、うーわ、なんだこのダメージ。ここで、アルティメットアビリティ。これね、マジ無敵でね、ずっと近距離戦闘できるからね、マジ強い。せっかくスカーズを倒しに行こう。ほら、連続ライトが難しいんだよな、これ。あ、死んでたわ。オーバーキル。あいつやりに行こう。やばいやばい、あともうちょっと時間切れる。時間切った瞬間、スカーズに殺されそうな、怖いんやな、これ。やりきったでしょ。よっしゃ、やりきった、ナイス。さあ、次ちょっとね、アルティメットアビリティが溜まるまで時間かかるからね。ちょっと慎重に立ち回りたいところやけど、慎重に立ち回ったらインターセプター弱いんだよな。うん、防御力はすっかすかやけど、近距離戦闘せなあかんから、こうね、死ぬのよね。マジで死にやすいと思うわ。さあデトネートをなんとか。光った、いいね。コンボ決まった、いいですね。コンボ決まった、ほんま一瞬倒せる。今ね、左見てもらうと分かるけど、あのエレクって書いてるでしょ、エレクトロニックの、エレクトロニックアースじゃないよ。あの電気属性がついてるからね。この状態で敵を攻撃すると、あの属性付与させてコンボになるんでね。はい、覚えてってな。まだこの動画が上がって17時間ぐらいはまだね、アンセンをプレイできるはずなんでね。おスカーズがいますね。さあここで凍らしていく。あれ凍らなかった、マジか。おら、どうもしげり、コンボ、コンボは多分ね、同じ敵に1回までかな、これ、見た感じはね。さあ、で、ここはね、実は全員倒さなくてもね、エコーズをね、4つ集めたら敵全部死ぬんで、それをね、待ってあげてもいいかなって思いますけど、なかなか取りに行けないっていうね。ちょっとこれ、上に取りに行った方がいいね。これ、全員倒さなくていいからね。固定放題ぐらいやっとった方がいいかな、あれ。あと、デッドアイ、これ、パワー19にしたら結構強いな。あ、やべ。あ、やべ、ちょちょ、オーバーヒートしちゃったよ。大丈夫これ。落ちるとこまで落ちたな、ほんま。オッケー、じゃあ、ちょっとね、上の方に確かにエコーがあるんで、それを集めてね、あ、ここに1個ありますね。これやね。これとね、もう4つ全部集めちゃおう。上にも結構敵いるんだけどね、ここ。敵いるけど、無視したらいいから。こいつらね、こいつら無視して、さっきこのエコーズを集めてしまえば、戦わなくて済みます。これ3つ目。で、あれが4つかな？これ。で、これ4つ手に入れて、はい。やべ、一個手に入れてないぞ、これ。もう一個いる。なんか一人死んどんな、桜デュークスとかいうやつ死んどるやないか、お前。何しとん？助けたってもいいけどな。そこ助けたら死ぬんだよね。ちょっとごめんな。一旦それさせてな。一旦それすんで。これ集めたらもう終わりやから。オッケー。さあ、急げ。戦ってられへん、もう。戦う暇ないから。はい、これで8つと、オッケー、これでフラグがね、立つんで。敵が全員いなくなりますと。じゃあ、桜デュークをね、安全に蘇生しに行こうと思いますね。はい、戦え、お前。ちょっと待って。俺ら2人になってない？マジで？俺ら2人だけ？ 2 人で戦うのかよ。まあ、多分、また入ってくると思うけどね。これ、ノーマルモードもハードモードも大して難易度変わらんっていうのかな。全然簡単じゃないんだよね、ノーマルモードが。うん。OK、じゃあ、
デトネートストライクで、デトネートストライクですね、多分。スタンしてる？あ、してるね。オッケー、コンボ決まる。いいですね。コンボ決まったらほんま、マジで倒せる、一瞬で。OK。いやー、楽しいな、インターセプトが。一番インターセプトが楽しい気がする。地雷！アップねー、よう助かったな、今。助かったけど、このタイルがまずい。一旦引こう。ちょっとお前行ってこい。殺させねんからさ、お前前に出なあかんで。これもう戦ってる暇ないな、ちょっと。さっき集めちまうか、あれ。あ、これ死ぬわ。アルティメットアビリティ使ったら体力全回復するから、その間に、体力やばくなったら使った方がいいかもしれないね。ほら！くれ！コンボ決まった！いいっすね。いいっすよ。これ二人マジきついな。誰か入ってこいのかな？ノーマルだから入ってこいのかな？みんなハードしかやらんもんな。オッケーオッケー、いいよいいよ。いやー、マジきちい、マジきちいよ、これ。あの固定砲台めっちゃ怖いな。やめろ！ここ当たらないの？当たるんかよ、マジで。オッケー、固定砲台凍らせるにはガッツリと。ちょ、待って、ダメージが、まずいぞ、体力やばいぞ、かなり。頼む、知ってくれ。ナイスー、ちょっと回復したね。だからオーバーヒートしてるわ。え、マジで桜デュークしかいねえんだけど、味方。マジいな、これ。オッケー、だいぶ集めたけど、桜デュークさん。桜デュークさんちょっと動いてほしいな。桜デューク様のエコを集めてほしいなって思いつつね、チラッチラッチラッって感じですね。うわー、エスカーズがいっぱい来たー。いや、でもマジでさ、マジで強い近接戦闘は、ほんまに。まあ、ほんまは本来やったらヒットアンダーウェイがいいかもしれんけど、スキル使ったら完全に敵を封じ込められるから、意外とね、引かなくても大丈夫ってする。だからスキルが効かなかった時はやばいよね。うん、その時は引けばいいから。ほら！デトネートストライク！デトネートストリック死にそうですね。これはちょっとアルティメットアビリティ使って全回復しましょう。まずこれは俺無敵ものマジ強いよ、これほんま爽快感半端ない。もう無双シリーズかよ、これ完全に。え、めっちゃいるザコ敵やばい、マジか。桜デュークさんがいなくなっちゃったんでね、途中離脱にしました。はい。一応戦利品はいくつか手に入ったはずなんでね、ちょっと見ていきましょうかね。ラリークライ、あ、パワー19やから、まあ悪くないけど、これ持ってるよね、でもね。ってな感じで。まあこんな感じでいいですから、まあ、ラスボスは倒してるけど、まあ、いいよね。ってな感じで、インターセプターはね、本当にめちゃくちゃ素早いんで、まあでも、アンセムを一番楽しむやったら、インターセプター、でいいんじゃねえかなーって思うことはある。まあでも他のレンジャーもね、まあしっかり使い込んでないからね。うん、なんとも言えへんけどね。うん。まあ使ってて楽しいとよく言われるね。はい、ってな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。